はい、おはようございます。メタボンです。今日は8月の、5日ノボシビルスクに、3日間滞在することになってしまいました。まあ、理由としては、ロシア再入国してから iPhone の調子が全然悪くてですね、SIM カードを以前、ウラジオストクで買った、MTS の SIM カードを入れたんですけど、認識して電波掴んでいるはずなのにデータ通信できませんという話になっていてですね、まあ、再起動を繰り返して、まあ、5分から10分つながるんですけど、その後またつながらなくなるという現象がですね、多発して、もうナビも使えないし、なんか調べ物もできないので、非常に困ってました。まあ、いかにね、インターネットに頼ってこう旅を続けているかっていうのは実感したんですけれども、まあ、これをね、一昨日バックアップしたものを初期化して復元したんですけれども、結局同じ症状、何も改善されないと。で、この旅始める前に、5月の後半ぐらいにね、バックアップ取ってたんですけど、それをまた復元してもまた同じ現象なんですよね。 3G 回線を掴んで、LTE を掴まないで、かつ5分後には切断されてしまうという現象がやっぱり消えなくてですね、もう初期化してアプリケーションをもう一度再、インストールをして、まあ、不要なものは消えて、まあ、軽くなってより使い勝手良くなったかなとは思うんですけども、ただ一点、あの Gmail のパスワード1箇所忘れてしまって、いろいろこう宿の、宿泊した時の予約確認メールであったりだとか、新生銀行の ATM を下ろした時にすぐにこうメールが飛んできて、まあ、今出金ありましたっていう便利に使っていたものはあるんですけども、そういったものも今ちょっと受信ができなくなっている状況なので、Google の方へリクエスト、復元リクエストをしているので、ちょっと待ってみたいと思います。じゃあね、今日はね、ここから600キロ先のオムスクっていう大きな都市になるのかな、ここを一応目指してね、出発したいと思います。だいたい時間としては7時間くらい、あのナビで出てるので、まあ、ゆっくり行って7時間、8時間かかると思うんですよね。なのでもしかするともうちょっと手前で一泊挟むかもしれないです。今日の出発時点での、走行距離は 59,944 ね、今日走行したら6万キロを超えますね。おめでとうってねということで、じゃあこれから行ってきます。じゃあね。If ever I had a video, would you dance in it? Would you dance in it? In it? Oh, sunshine, you are my sunshine. Let it be in, let it be in. Oh, sunshine, you are my sunshine. Let it be in, let it be in. They said that you loved me all alone. Now I see you dancing with some other man. I wanna see where this goes. I need a light to see home.And I want you to know, sunshine, you are my sunshine. It's another one. I wanna wake up. There's more than just friends. Sunshine, you are my sunshine. Let it be in, let it be in. 道路走ってたら彼に会っちゃいました。驚き、一緒に飯食って、今日の目的地まで一緒に行きます。じゃあね。はい、メタボンです。彼の名前忘れちゃったんだよね、後で聞こう。オーストリア人、オーストリア人ね、このアフリカツイン乗ってる、これね、すごく綺麗なんだよね、このバイク。やっぱね、根強い人気あんだね、かっこいいもんね。なんかね、もう旅してます、アドベンチャーしてますって感じだもんね。見て、すごいかっこいい。予備タンクなんかもついちゃってね。ちょっとね、今ね、休憩兼ねてここのカフェに入りました。このカフェでちょっと、マカロニと、
目玉焼き2個食べました。またね、残りあと400キロあるので、またスタートしたいと思います。じゃあね。はい、メタボンです。ちょっとね、道路走ってたらね、事故車両がねあって、すごいよ、ほら、わかる？中にね、果物が入ってるね。果物を運んでいて道路に転倒してしまったということです。ドブリディン、わお、すごい。はい、メタボンです。今日はね、まあ途中で宿を決めなきゃねって言ってたんだけど、ちょっとね、道中にねガス兄ちゃんとかいろいろあったんだけど通り過ぎてしまい、その先をちょっとずっと来ても見つからないもんで、急遽ね、まあ、どっかねキャンプをしたいということになって、今日ね、何気にこのガソリンスタンド初めて、ガソリンスタンドでね、テントを張りました。テントはね、見えるかな、これ、この2つ、これとこれね、まあ、24時間誰かしらいるんで、まあ、最終手段として、前紹介した、ガソリンスタンドでのキャンプです。初トライです。また明日も結構長距離走るみたいなので、早めに寝ます。おやすみ。じゃあね。